俺は人の話聞いてねえのかバカザル。カイドウを倒すのは俺だ。どこだ。カイドウ。このまま負けっぱなしじゃいられねえ。それより周りの敵を片付けるのが先だろ。まともに進めねえ。あとカイドウをぶっ飛ばすのはこの俺だ。 ビッグマムだ。カイドウを倒す邪魔をしやがったら承知しねえぞ。行くぞ。止められるもんなら止めてみろ。出てこい麦わら。この島にいるのは分かってるんだ。
取れるとでも思ったのか。お前らみてえなガキが海賊王になるだと図に乗るな麦わら。俺の下につく気がねえならもういい。二人仲よく死ねえ。 かつてこの世の全てを手に入れた男ゴールド・ロジャー、彼の死に際に放った一言は人々を海に駆り立てたという「グランドライン」の果てにあるというワンピース。その宝を狙い世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。
にしたんだ。海賊には。お前なんかが海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて、世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。おお、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りを上げろ。おお、晴れ。出発だ。そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。10年後。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃ、行くぞ。海賊王に俺はなる。